黄金世代次誰来んのかな？誰が来ると思いますか？皆さんは。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。渋子ちゃん同様、元ソフトボールピッチャーだった選手が2勝目を挙げました。はい、昨日終わっていたんですけどもね、ステップアップツアー、下部ツアーの方の第10戦、カストロールレディースの最終日の結果と、あと獲得賞金などをお伝えしていきたいと思います。まあ、順位発表する前に、JLPGA の方で、川柳選手権あるのを応募しましたかね、皆さんね。もうちょっとで締め切りになっちゃいますよ。明日で。28日の23時59分までですよ。ゴルフにまつわることとかの川柳を発表したら、ブライトナーの直筆サイン入りの名刺がプレゼントされますよっていう。もうこれ出すだけだもんね。別に何かこう、はがきを送ったりとかね、封書で何か送ったりとか、する必要もないので、自分の X でね、旧 Twitter ね、X で、JLPGA の公式 X をフォローして、で、ハッシュタグをつけてね、JLPGA 川柳選手権っていうハッシュタグをつけて川柳を投稿するだけなので、私も昨日、バババッといくつか思いついたのを出しましたけどね。まあ、プレゼントは、9人ブライトナーいますけど、吉田優里ちゃん以外の選手、8選手のうち、まあ、1選手の名刺が当たりますよという感じですね。まあ、24個、当選するのかな。まあ、8選手ってこんな感じですよね。まあ、青木セレナ選手とか、ココナッツですね。桜井ココナッちゃん。シンジェ選手、ナナちゃんですよね。菅沼ナナちゃん、原エリカちゃん、ヒルタミ、そして山内ひな子ちゃんに吉本ひかるちゃんと。こういう選手たちのサイン入りの名刺が当たりますよっていう川柳なんですけどもね。まあ、思いついたやつどんどん X に上げていけばいいんじゃないかなと。当たる可能性ありますよね。X が何かわからないなんていうね、ご年齢の方もいらっしゃるようでね、アカウントすら持っていませんという、そういった方も多いので、X、ちょっとね、いじってる方はね、どんどん投稿したらいいんじゃないかなと思いますね。何がどういうふうに、選ぶのはブライトナーが選びますから、ブライトナーに関係することをあげれば、もしかしたら、まあ、菅沼奈々ちゃんのファンの方だったら、菅沼奈々ちゃんにもう、まあ、当てはまるようなことを、出せばね、川柳を出せば、もしかしたら選んでくれるかもしれないしね。はい。で、結果なんですけどもね、山本恵子選手が優勝しましたけどね、もう伸ばせなかったんだよね、最終日ね。最終組だったのは、ダイヤモンド世代。吉沢ゆずきちゃん。まあ、ルーキーの選手ですけども、その、吉沢ゆずきちゃんと小野博夢選手ですね。まあ、二人とも落としたんですよ。で、山本恵子選手も伸ばせずに、だったんだけど、まあ、辛くも逃げ切ったという感じですね。ホールバイホールちょっと見ていただきたいんですけど、はい。まあ、吉沢ゆずきちゃんといえばね、QT で上位にいて、レギュラーツアーの方で前半戦ってたんですけども、ずーっと予選落ちで。もう予選落ちずっとしてたから、予選通過すらできないっていう状態がずーっと続いてて、ね、1回目のリランキングまでは出場できたんですよね。QT のランキング上位だったので。だけど、もう、予選通過、最後の最後でやっと予選通過したっていうだけだったので、リランキングではもう残れずに、ステップアップツアー主戦場となってしまったんですけども。いや、ここに来て最終日最終組となったんで、もしかしたらと。今まで何だったんだろうみたいな感じで来るのかなと思ってたら、前半で見てください。この2つのボギーとダブルボギーが1つあって、4つ落としたのでね。いや、これはちょっと、難しいなという感じでしたね。小野博夢選手も落としてたし、なので、まあ、ちょっと、山本恵子選手がもう楽に、進めてたのかなと思いきやですよ。10番で、イーグルも取ったし、もう、そう思うけれども、まあ、映像は見てないですけどもね。11番でボギー打った後ですよ。まあ15番でバーディー取ったけど、16番からちょっと怪しくなってきて、2つボギーが続いて、で、まあ、岩橋理恵選手とこう1打差になって、まあ、最終ホール行くとき、まあ、ティーショットを打つときにね、もうリーダーボード見たんですって。そしたら1打差だって、やばいと。ここボギー打ったらプレイオフだということでね、ちょっとね、仕切り直したりもしたそうですよ。危なかったね、でもね。でも辛くも逃げ切って2勝目を挙げましたよ。いやー、こういう、まあなんかちょっと、同じ最終日最終組の、後の2人がね、落としてたら、もう楽に進められるかと思ったら、下からこれだけ追い上げてきてたのでね、危なかったですね。はい。まあ、その前に、リーダーボード見てたら、もしかしたらもうガタガタっと崩れてたかもしれないし、まあその逆もあったかもしれない。いやー、頑張んないと、という感じでね。まあでも、パーでいいとなるとね、やっぱりプロゴルファーですから、パーでいいとなるとちょっと楽だよね。やっぱりね。まあ緊張する場面ではあると思うけれども。でもね、もうすでに一勝してる選手ですからね。これがもう新人の選手とかだとね、震えちゃってね、ダメになるケースもあると思うんですけどね。はい。それと、平岡瑠衣ちゃんも頑張りましたね。もうそろそろ来る頃じゃないかなとは思ってるんですけどね。お父さんが、まあ、プロではないんですけど、野球ずっとやってた方なんですけどね。だけど、娘に、なんと、ラモス・ルイから取った、ルイという名前をつけてしまうっていうね。ありえないだろうと思うんだけども。ね、まあ、それはいいとしてもね、平岡ルイちゃん。妹にもなんか、サッカー選手の名前から取った名前をつけてたらしいですけどね。まあ、一旦ゴルフをやめようかと。思ったらしいですけどね。まあ続けてなんとかプロテスト受かったから良かったと思いますけどね。平岡瑠衣ちゃんの太ももすごいなと思ってね。筋肉のつき方見てください。コースで見かけることがありましたらね。いやー、トレーニングしてる足だなと思いますよ。多分誰が見てもね。まあミニスカートとか履いてたら特に。ね。あと、サイペインちゃんはもうここでくすぶってる場合じゃないよ。もう上に上がってきてください。ね。やっぱり下部ツアーじゃね、映らないもんね。だから、まあ、レギュラーにスポットでも出た時にね、やっぱり、優勝争いしたりしてね。やっぱりまたたくさん推薦もらうようにして出ていただきたいなと思いますけどね。やっぱりカメラ向くとね、笑顔で手振ってくれるじゃないですか。あんまりいないでしょ。そういうサービスをしてくれる選手ってね。だから、まあ、ぜひね、お願いしたいなと。上に来てほしいなと思いますね。で、今、ランキング2位ですね。ゴンカレも上位に来ましたから。まあ、2位までが来年、レギュラーツアーの方の前半戦の出場権を獲得しますのでね。また QT 出なきゃいけないってことにならないので、ぜひ頑張ってほしいなと思いますけどね。その吉沢ゆずきちゃんが、まあ、today 3オーバーとして、まあ、落としてしまって6位タイということでしたけども、この星野アンナちゃんがすごかったんですよね。10番ホールからスタートしてたんですけども、6バーディー取ってボギーなしでね、折り返したんですよ。これ2通りいるよね。2通り、プラス思考の人とマイナス思考の人っているから、まあ、プラス思考の人は、もう、この調子でいったれと、最後までいったれという感じの、人と、そろそろバーディー取れなくなってくる頃かな、みたいな感じのことがふっと頭に浮かんでしまうマイナス思考の人と、二通りいるけどね。まあ、後半、まあ、3番でバーディー取れたけど、その後続かずでね、もうちょっと伸ばせたかなと思いますけどね。まあ、この星野アンナちゃんって、黄金世代なんですよ。まあ、94期生ですけどね。94期生といえば、ダイヤモンド世代がいっぱい受かった時ですよ。トップ通過は尾関亜美優ちゃんで。で、同じ94期生というと、黄金世代だと、天本遥ちゃんがいますけどね。先に優勝されてしまいましたけどね。星野アンナちゃんもレギュラーツアーに来てほしいなと。この子埼玉ですね。だから、ね、これだけのスコア出せるんだから、まあ頑張ればいけるんじゃないかなという感じには思いますよね。はい。で、その次見てみましょう。はい。まあ、ハーフのイタリアのお父さんがいて、お母さんは日本人ですけどね、ハーフのスタイヤのリリナ選手。まあ、イタリア人でお父さんがね、イタリア語しか喋れないんですよ。なのに、リリナちゃん、お父さんと会話するんですよ。で、いや、イタリア語で会話するんだなって誰かが聞いたんですよね。何の動画だったか忘れましたけど。いや、イタリア語喋れないですよ。私、関西弁しか喋れないですって言って。まあ、兵庫の方なんでね。バリバリの関西弁なんですよ。もう、見るからにハーフっていう顔してるのにね。もうバリバリの関西弁ですけどね。それがギャップがあって面白いなと思いますけど。まあ、こういう選手もいますけどね。まあ、池谷瑠奈ちゃん。まあ、お馴染みになりましたね。はい。インスタ見てください。ハッシュタグでね、自分のプロフィールに書いてあります。ブスでもデブでも大根足でもっていうね、そういうハッシュタグがついておりますけどね。自分でそういうことを、まあ、ね、プロフィール欄に記入するっていう自体がね、もう私はね、応援したいなと思いますけどね。まあ、なかなか上位に来れたので、ね、5アンダー出しましたから。まあ、これからどんどん上がって、上位ね、2番目までに入れば、ステップアップツアーでもね、翌年のレギュラーツアーの、出場を獲得できますからね、前半戦までね。はい。ぜひ頑張ってほしいなと思いますけど。あと、小野博夢選手、さっき言ったようにね、最終日最終組だったんですけども、1オーバーと落としてしまって追いつけずでしたよね。伸ばせばわからなかったですけどね。小野博夢選手は、あれ、もう何年前になる？ココナッツの前だよね。リー・ハナちゃんがトップで、小野博夢ちゃんが2位だったんですよね、確かね。で、前半戦の出場権獲得したけど、リー・ハナちゃんはそのまま行ったけど、小野博夢ちゃんは戻ってきてしまったという感じですけどね。まあでも、上に行けるっていうのは、まあ、誰しもあるんで、まあ、続けてね、頑張っていただきたいなと思いますよね。あと、レナゴンがね、石川レナちゃん、初日77の5オーバーだったのをよくここまで戻してきたなと。ね、2日間で10アンダー出したんですよね。まあ初日の5オーバーなかったら優勝争いね、できてたのにね。いやー、その下にね、先輩がいますよ。成沢由美ちゃんね。作陽高校の先輩ですよ。成沢由美ちゃんが3年生の時に、レナゴンは1年生だったんですよね。2つ違いだから。はい。まあ、作陽高校頑張ってますね。それと、神谷若菜ちゃん、初日は良かったけど、ちょっとね、2日目、3日目、ちょっとインスタ見てもね、悔しいっていう、感じの投稿してましたけどね。まあ、お子さんがいらっしゃるので、まあ、親戚世代ですけどね。山下美優ちゃんと同い年ですけどね。若いんですけどね。まあ、今年誕生日が来て23歳という、若さなんですけども、もう2歳になるのかな？ 2 歳のお子さんがいらっしゃるのでね。まあ、託児所がね、設置されましたからね。助かってるみたいな、コメントとかありましたよね。まあ、やっぱり小さいとダダこねるでしょ。お母さん行っちゃダメとかね。あるから。まあ、大変だと思うんですけどね。練習とかもね、大変だと思うんですけども、託児所があるんで、一緒に、会社に来るみたいな感じじゃないですかね。で、預けて、で、ちょっとお仕事してくるからということでね、頑張って、暑い中頑張りましたよね。はい。顔も可愛いしね、ちょっと応援していますけど。で、その次ですよ。ここにも黄金世代いますよ。吉川桃ちゃん。黄金世代次誰来んのかな？誰が来ると思いますか？皆さんは。高木優奈ちゃんが来るんじゃないかとかね。他の選手じゃないかとか、いろいろ言われておりますけどね。皆さんは誰でしょうかね。はい。吉川桃ちゃんも、まあ、先ほどの星野アンナちゃんもいるし、木下彩ちゃんもまだ買ってないし。で、私の好きな山田紗穂ちゃんは、ちょっと今回予選落ちしてしまいましたのでね。ここの、最終の結果には載せてませんけどもね。まだ他にも探せばいますけどね。誰が来るんだろうなと。でも、そのうち来ると思いますよ。黄金世代の選手。まだ優勝すると思いますよ。これからね。多分。で、あ、ここにも作陽高校二人いるね。やっぱ強いね。丹萌奈ちゃんと東団長二人いますけどね。まあ、自分が応援してる、高校とかありましたらね、コメント入れてください。私もちょっと注目していきたいと思いますね。種田かなちゃんなんかは、どこだっけ？沖学園か。まあそういった、出身校、出身は違うんだけども、ここの私と同じこの土地の高校に、通ってたっていうことで応援してますとかいう人もいるでしょう。そういったこともね、コメントしていただければ私もちょっと、参考にしてね、ちょっとコメントを、この選手言おうかな。もうちょっと詳しく調べて、この選手のことをもっと掘り下げて言おうかなっていうのもありますのでね。あ、長島花音ちゃん、今ね、トップなんですよ。明治安田ステップランキングっていう名前になりましたけどね。ステップアップツアーの賞金ランキング。今第1位ですね。長島花音ちゃん。はい。卵ちゃんって言ってますけどね。卵みたいでしょ。なんかつるんとしててね。はい。可愛らしいですよね。はい。まあ、コンスタントに上位に来てるっていうのもあるからね。今1位です。ダントツではないけどね。去年、一昨年みたいにね、一昨年桜井ココナちゃん5勝したでしょう。で、去年、うーちゃんがね、3勝したでしょ。そういう感じでこう、ずば抜けてすごいっていうような選手がまだ出てきてないっていうのがね、まあ、混戦になってるのでね、みんなにチャンスまだあるかなという感じですね。はい。それから次。あ、コメントありましたよね。泉田琴奈ちゃんを応援してるっていう方とか、あと、河村くるみちゃんと、河村くるみちゃんはね、埼玉栄で、菅沼奈々ちゃんと同じ、同級生ですけど、ぜひね、レギュラーツアーに上がってきてほしいですね。はい。まあ、泉田琴奈ちゃんは、やっぱりレギュラーで戦える子だからね、まあ、こっち、今出ていますけどね、レギュラーの方に来てほしいかなと思いますね。それと、森美穂ちゃんが上がってきましたね。森美穂ちゃんもさ、デビュー当時、やっぱり可愛い可愛いって言われてましたよね。それがもう、みそじですからね。みそじ超えましたからね。誕生日来たらもう32か。早いね、時が経つのはね。いや、まだ森美穂ちゃん勝ってないですからね。レギュラーでもステップでもまだ勝ってないから、このまま終わるってことはないようにね、頑張ってほしいかなと。可愛さだけじゃないと。ちゃんと技術もあるんだっていうところね。ぜひ見せてほしいですね。はい。そして次。はい。まあ、北海道のね、坂井千恵選手。北広島なので、さくちゃんと、同じ出身なんですけどね。まあ、レギュラーツアーとかでは優勝はないんですけども、レジェンズツアーで去年優勝しましたよね。はい。ステップでもまだ優勝ないんだけども、まあ、結構上位にいつもいるような感じはしますけどね。はい。その年齢になってももう若い子には負けないという感じですよね。それと私が結構応援している、広田真由ちゃんね。もう目がクリクリで可愛いんですよ、この子もね。ぜひね、皆さんも応援してあげてほしいなと思いますね。あ、木下彩ちゃんもここか。まあ予選は通過したけどもね。なかなかこのあたりじゃね、賞金あんまり稼げないですからね。あと、ティーチングプロの荒木美優選手もそうですね。まあ、ティーチングプロからね、レギュラーに出てる、選手、レギュラーっていうか、まあ、レギュラーにもたまに出る選手もいますけどね。まあ、ステップで頑張ってる選手もいますけども。ね、三浦桃子ちゃん早く来ないかな、とかってね、思っていますけどね。まあ、ちょっとね、メディアに出てるから、ちょっとそっちのお仕事の方が忙しい感じですよね。まあ、そっちで食えるんだったら別にいいかって感じか。はい。で、これが最後になりますけどね。はい。原エリナちゃんがここですよね。あと、大菅のぞみちゃんがちょっとね、レギュラーの方で成績出せなかったのがちょっとね、残念でしたけどね、前半戦。去年2位だったのにね、3位だった、選手、まあ、誰だかわかりますかね。去年3位だった選手。小林美月ちゃんですよ。まあ、小林美月ちゃん今ね、レギュラーですごい活躍してるじゃないですか。もう、あれですよ、メルセデスランクも上位に来てるので、結構、もうシード権取れるんじゃないかっていう位置までね、来てますよ。なのでね、まあ今36位ですからね。だから、まあ大阪のぞみちゃんも去年2位になっての、レギュラー出場だったのでね。まあ実力はないことは絶対ないはずなのでね。でも去年ね、後半になってから 2連勝したので、まあ2位に上がったっていうのもあったから、これからかなと。ね。そういうふうに思いますけどね。はい。菊池エリカ姫のお姉ちゃんも、today 8オーバーですからね。ちょっとね、あさみんちょっと頑張ってくださいよって感じですよね。はい。まあ、これで最後なんで、まあ最下位で56,000円という数字なんですよね。賞金なんですよ。いやー、これ3日間でこの、まあ、3日間と言ってもね、練習ラウンドとかもあるから、まあ、1週間として、1週間でこの金額でしょう。アルバイトした方がいいんじゃないかってなっちゃうからね。これはもう、ただ予選通過するだけではちょっと厳しいのでね。上位に行かないとっていう感じで燃えてる選手たちも多いと思うんですけど、なかなかね、人数的にはレギュラーと変わんない人数、1試合で出場しますからね、予選通過も結構厳しいんですけどね。いやー、この金額をもうちょっと上げてもらえるようにね、たくさんスポンサーがつかないかなという感じですかね。で、今回はちょっとコメントを読まさせていただきたいなと思うんですけどもね。はい。まず、イサオマットさんですね。OL 兼プロゴルファーの星野アナちゃん。あ、今日言いましたね。星野アナちゃん。すごいですと。ね、すごいですね。今回すごかったですよ。まあ、7アンダー出しました。まあ、7アンダーではないけどね、最終日。6アンダーですけどね。まあ、でも良かったですよね。はい。まあ、ゲンチャンネルにも出てたし、まあ、知ってる方は知ってるかと思うんですけどね。ぜひ応援してあげてほしいなと思いますね。で、その下、ブリッコさんですね。菊池あさみです。これね、あさみん間違えるわけねえだろって思って、聞き直したら、あすみって言ってましたね、私ね。間違えてましたね。あれ、なんでこんなこと言っちゃったんだろうって。やっぱりね、夏で暑いからボケてますね、多分ね。私があさみんを間違えるわけねえだろとか言ってね。もう、怒って聞き直したんですよ。ほら見ろって言ってやろうと思ってね。聞き直したら、菊池あすみって言っちゃってましたね。なんで間違えたのかね。もう、まあ、あさみ間違えるわけねえだろうって思ったんだけどね。はい。まあ、ちょっとボケてきてますね。はい。すいません。それと、まさとさんでいるかな。オクトは8を表す接頭語です。あ、中野エリカちゃんがね、オクタブルボギーを打った時の話をね、解説してくれてますね。1ホールでプラス8叩いた時ね。まあ、プラス81ホールで叩くとオクタブルボギーと言うんですけど、まあまあ、ほとんど使わないけどね。使わないですけど。その時の、もうなんで8、オクトーバーが10月なのになんで8なんだろうとかってね。オクタブルボギーが8なんだろうとか。オクトパスって、タコは8本足だからそうなのかなとかってね、そういう話をこの間したんですけどね、解説してくれてましたね。オクトは8を表す接頭語です。オクトーバーが10月っていうのは、旧暦が8月だからっていうね、あ、そうかと思いましたね。いやー、頭のいい方がいらっしゃるとね、助かりますね。自分で調べなくてもこうやってコメントで入れていただけるとね、勉強になりますね。はい。まだまだ、ステップも続きますし、やっぱり賞金ランク1位、2位の選手はレギュラーで出れますから、前半戦ね。そのためには頑張っていただかないと。あと10位以内に入れば、QT もね、最終から出れるんですよ。その前からね、出なくて済むんで、最終だけ出れば済むんで、それはちょっとでかいですからね。だから、賞金ランク、10位と11位じゃもう運命の差ですからね。ちょっと頑張らないといけないですね。まあ今から頑張っておかないと最終で一発逆転なんていうのはないからね。なんとか頑張っていただきたいなと思いますね。特に山田沙帆ちゃん頑張ってくれ。増田夢乃ちゃんが今ねレギュラーで頑張ってるからさ、サホちゃんも頑張ってほしい。上に上がってきてほしいね。はい。ということで、今回は以上になります。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて、後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。ではまた。